台北東大芸術館台北東大芸術館は台北市大道区にある現代美術の美術館。かつての日本統治時代に建てられた建築を利用しており台北市の一定古跡に台北市政府級久市としても認定されている。台北市立県政国民中学校と建物を共有している。県政国民学校日本統治時代の1920年頃、 ミコトノリアス尋常小学校という日本人向けの学校として開設された。この建設年については複数の資料館で移動があり、1919年、1920年、1921年が示されている。設計は近藤十郎。1934年に増築された結果をおおむね現在の姿に定まった。 1940年のさらなる増築後、1941年に県政国民学校と改称された。太平洋戦争が終結すると、1946年に台北市政府はこの建築を接収、小学校は廃校とした上で台北市庁舎に転用した。その後1993年まで庁舎として、 使用されたが、陳水編相当は1994年に、市庁舎を新岐区へ移転するとともに、この旧庁舎を学校兼文化施設として再利用する計画を立てた。工事は、翌1995年から始まり1996年に完了、1998年5月4日、広告により、台北市政府級、久しとして台北市定戸籍に定。 2000年に台北東大芸術館と命名され、翌2001年に正式にオープン及び台北私立県政国民中学と併用されることが決定した。ポーチのコリント式中東日本統治時代に起源を持つレンガ造り2階建ての建物は正面入り口に張り出したポーチを持つ。ポーチの両側に造形された柱型の中東はアカンサスの装飾を持つコリント式。 ポーチ上部の2階部分の中等は装飾を書くドリス式となっている。金属板で拭かれた寄せ胸作り屋根の上部には塔を持ち、塔との間にはドーマーウィンドウが配されている。このポーチから塔で構成される正面部分を中心として左右対称に各部屋が置かれる。これらの部屋はかつての教室であり、間取りはそのまま生かして展示がなされている。 中学校部分はこの裏手に当たる位置にある。山口勝弘、ドラゴンの継承入って、すぐの天井のチューブは、ドラゴンの継承で、山口勝弘による。常設展はなく、各部屋でおよそ2ヶ月ごとの企画展が行われ、絵画、彫刻や映像、さらには展示空間そのものを使った作品などが展示されている。展示物は施設の名称通り、現代美術がメイン。 正面右手にあるカフェではアートな土産物も販売されている。地図住所表記は台北市長安西寺39号。MRT の淡水線、または松山新見世線にて中山駅下車。出口1から地上へ出て南へ徒歩約5分もしくは中山地下街を台北車丹駅方向へ歩き地下街の R4、出口から西方へすぐ。また、 複数路線あるバスを利用しても良いし、有料の地下駐車場もある。台北駅 M1 出口そばにある、インスタレーションアート作品、無裕難祭やわら、各文体作台北東大美術館所蔵。ありがとうございます。